モンツァ。モンツァは、イタリア共和国ロンバルディア州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約12万人の基礎自治体、コムーネ。モンツァやブリアンツァ県の県都であり、州内第3位の人口を持つ、ミラノの北東約 15km に位置する、この都市は、中世以来の古い歴史を持つブリアンツァ地方の中心都市であり、 繊維業や出版業などの商工業が盛んである。この都市には、モータースポーツのイタリアグランプリ、会一レースの一つが開催される、モンツァサーキットがあることで知られる。また、イタリア王位の象徴とされる、ロンバルディアの鉄王冠が収められた、モンツァ大聖堂や、モンツァ公園、王宮などの観光地もある。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。 ポーガワの支流であるのほとりの都市である。州都ミラノから北北東へ1 5トル、コモから南南東へ2 9トル、ベルガモから南南西へ3 4トルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の実はミラノ県所属を示す。ロンバルディアの平原地帯に位置する都市で、地域の中央をランブロ川が北から南へと流れる。 14世紀初頭、都市の防衛を目的として、人工的に、ランブロ川から分かれるランブレット川、ランブレットが掘削された。ランブレット川は、都市の北の入り口で分岐し、市壁、現存しないをめぐって、都市の南側でランブロ川に、再び合流する。また、19世紀にティチーノ川と、あった川を結んで建設された、ビロレージ運河が地域を流れている。 地域の北部は広大なモンツァ公園 6.88km が広がっており、地域の約20%を占める。地中海性気候に属し、冷涼で短い冬と暑い夏のあるポーダニの典型的な気候である。降水は秋に多く、冬や夏には少ない。モンツァの歴史は10世紀頃からはっきりとした姿を見せる。中世。 ミラノとはながらクライバル関係にあったが、13世紀にはミラノと共同歩調を取るようになり、最終的にミラノ公国の支配下に入ってその後の歴史をミラノと共に歩んでいる。この都市の歴史の重要な要素となるのが大聖堂、ドゥーモに収められ、イタリア王位の象徴とされたロンバルディアの鉄王冠の存在であり、多くのヨーロッパの君主たちと関わりを持った。 1780年、ハプスブルク家統治下に完成した王宮は、その後もこの地の統治者の住まいとして利用された。1900年には、国王ウンベルト一世の暗殺事件が発生している。人々の暮らしの痕跡は、青銅器時代に遡る。19世紀末に、当時埋葬に用いた亀が見つかった。当時の人々は、川や沼地の上に水上住居を構えていた。 紀元前三世紀、ローマ人は、インスブリア人、ケルト人の一派を平定し、メディオラヌム、現在のミラノの都市を築いた。ランブロ川のほとりには、ケルト人たちの村があった。ローマ時代、ランブロ川に架けられた、アリーナ橋と呼ばれる橋の遺跡が、現在のレオーニ教、ポンテデイ、レオニの近くに残っている。ローマ帝国の時代、この地は、猛ジャイ社と呼ばれた。 六世紀、ランゴバルド人がイタリアに侵入する。これはこの町にとって大きな出来事であった。ランゴバルド王国の統治家、アウタリオの王妃、テオデリンナは、ランブロ川のほとりに、小さな教会の建設を行っている。この教会の場所は、現在モンツァ大聖堂の一部となっている。伝承によれば、王妃の夢枕に鳩が現れて、ランブロ川のほとりを、示し、ここ に教会を建てるように告げ、王妃は、はい、と答えた。中世この地がモドエッチアと呼ばれるのはそれに由来するのだという。ベレンガーリオ一世、850年から924年は、フリウリ返教博、在位。874年から924年から、イタリア王及び西ローマ皇帝、フランクローマ皇帝、在位。 888年から924年を兼ねた人物である。ベレンガーリオは、ロンバルディアの鉄王冠をいただくことによって、イタリア王に即位し、モンツァを帝国の首都とした。奮俗の信仰に対抗すべく、強固な要塞が築かれた。ベレンガーリオの知性、都市モンツァは、一定程度の独立を享受することができた。独自の土力校のシステムがあり、財産を集積した。 ベレンガー・リオは、モンツァ大聖堂に対して、有名な鉄王冠も含め気前よく、寄進を行った。980年、ドイツからイタリアを訪れた神聖ローマ皇帝夫二世を、モンツァは迎えている。1000年には、夫を三世によって、モンツァとその俗領は保護された。10世紀、モンツァは、経済的にも発展し、大冠式を行う場所として、 以後二世紀にわたる名声を得ることになった。このことは、ライバルであるミラノを刺激した。千十八年に、ミラノ大司教アリベルトが、モンツァの領主となったため、モンツァは、独立を失った。この時代は、アリベルトと皇帝コンラート二世の権力構想の時代でもあった。十二世紀、モンツァには七千人の住民がいたと推計されている。重要な産業は農業であったが、 思考業も発展を見せ始めていた。1128年、モンツのサンミケーレ教会で、ホ演主タウフェンケのコンラート三世が、神聖ローマ皇帝として退官した。1135年、コンラートは、ロタール三世によって、王位の放棄を余儀なくされる。同年、教皇インノケンテウス二世は、モンツの教会を保護して、資産と特権を認めた。翌年、ロタールは、 モンツァの聖職者のミラノからの独立を認めた。これによって、モンツァは自治を取り戻した。バルバロッサの名で知られる皇帝フリードリヒ一世は、叔父のコンラート三世と共に1158年と1163年の二度に、渡って、モンツァを訪れている。この時期、ロンバルニア同盟の名主であるミラノは皇帝に対して、強く敵対的な強硬派、ゲルフの都市であり、 ミラノと敵対関係にあるモンツァは皇帝派ギーベリンの拠点として重要な位置占めることになった。フリードリヒはモンツァが自らの財産であることを明言するとともに課税に関する特権を与えている。1185年、フリードリヒ一世がロンバルディア同盟とコンスタンツ城を結んで和睦するとモンツァの独立も失われ、制度の財産管理もミラノに移されることになった。 1185年、フリードリヒ一世の子である、ハインリヒ六世は、シチリア女王、コスタンツとの結婚に際し、モンツァで体感を行っている。12世紀以後、モンツァは、中世都市として変容しつつあった。農業と並んで、靴の製造などの手工業も発展を見せるようになった。また、私癖の外では、羊毛の生産が開始された。13世紀に建設された。 視聴者、アレンガーリオは、近接するモンツァ大聖堂に対抗する建築物であった。アレンガリオに象徴される、市民共同体、コムーネの実力と、大聖堂に象徴される宗教的権威、権力とはいずれ衝突する運命にあった。また、この時代を象徴する施設としては、市場を開くことを目的とした、大きな広場プロトムマグヌム、今日のトレントトリエステ広場がある。 1221年、政治的な理由により、ミラノ大司教エンリコダセタラ、エンリコダセタラは、モンツァの市長、ポデスタを破門しているが、ミラノのコムーネは、モンツァのコムーネを支援している。1242年、皇帝フリードリヒ二世を支援するために、モンツァの主席司祭、アルベリコダオレノ、アルバーコダオレノは、都市の宝物を借り受けた。しかし不幸にして、宝物が、 都市に返却された際には、大きな黄金の盃が紛失されていた。1254年、フリードリヒ二世との戦いを展開するミラノは、かつて化した波紋を取り消すことを条件として、門舎から黄金の盃を借り出した。この盃に関しては、返却時に宝石17個が紛失されていたことが1275年の財産目録に記載されている。モンツァは、 次第にミラノと共同歩調を取るようになる。1255年にモンツァは皇帝派によって略奪された。1259年、エッツェリーノ・ノロマーノはモンツァ攻略を図るも撃退され、周辺の尊落を焼き討ちにしている。聖堂が所有していた宝物は資金を借り受けるための担保として様々な当事者の手を渡った。 1273年には、モンツァにあった聖アガタ県村社団、ユミリアティディさんとアガタの元に移り、1311年には、銀行家たちの手に渡って、安全のためアビニョンに移された。代表団のメンバーであるマルティのアリプランディは、ミラノの住人であったが、もともとは、モンツァの有力な家系であるアリプランディ家に属する人物であった。宝物が、 モンツァの聖堂に戻ってきたのはようやく1319年のことで、これはミラノの領主であったマッテオ・一ッセイ・イスコンティのおかげであった。13世紀後半、モンツァはミラノの支配権をめぐるビスコンティケト・デッラ・トレケトの抗争に巻き込まれる。1275年、モンツァはミラノの兵士によって占領される。1277年、デジオの戦いで、 ビスコンティ家が出るだとレ家に対して勝利を収めると、ミラノ大司教夫をネビスコンティとモンフェラート公、グリエルも7世がモンツァを占領した。翌年、モンツァはミラノの市長と市民に属するものであることが宣言される。キリスト教世界で初めての青年となった1300年、マッテオ・ビスコンティによってモンツァ大聖堂の再建工事が開始された。1311年、 皇帝ハインリヒ7世はデッラとデケに寄避された、ため鉄王冠の体幹をすることができなかった。このため、ローマ人の王となるために、別の冠を用意しなければならなかった。1312年、モンツァは、ギベリンとしての立場を明らかにした。モンツァの有力家門であったエンリコ・アルプランディはデッラとデケの派閥に加わり、兵士を重宝して、その指揮下に置き、 1322年に、モンツァの支配者として住民に衰退される。同年、ルキーノ・ビスコンティとフランチェスコ・ガルバニアテ、フランチェスコ・ガーバジネイトは、モンツァがミラノに抵抗できないようにするため、モンツァの支壁を取り壊した。1325年、ガレアッツォ一世ビスコンティは、長い包囲戦を経て、モンツァを占領すると、その優れた手腕で、 都市防衛のための施設の建設に着手した。ランブロ川を人工的に分岐させてランブレット川を築き、また新たにモンツァ城を築いた。モンツァ城で最初に建てられた建物には42メートルの高さを持つ塔があり、監獄としても用いられたが、ロの監獄、ラプリージョネデイホーニーとも呼ばれて恐れられた。モンツァ城は後に拡張され、ランブロ川に沿って2つの塔が建設されているが、 拡張工事のために教会をも取り壊している。しかし1327年、ガレアッツォ一世は皇帝ルートビヒ四世の命によって自ら建てたロの監獄に遊兵されている。ガレアッツォ一世は翌年に釈放されたが、その年のうちに没した。1329年4月、ピナル・タ・ーリプランディはルートビヒ四世の軍勢によって占拠されていたモンを、 少数のビスコンティ家の騎士と共に回復した。アッツオーネ・ビスコンティは、モンツァが再び死壁を築くことを認める。死壁の再建は1333年に始まり、1381年まで続いた。マルチのアリプランディは、1334年から1336年にかけて、市長、ポデスタを務めている。1354年、教皇インノケンテウス六世は、 モンツァ大聖堂にある鉄王館がイタリアの王冠として疑いのない権利を有することを宣言した。1380年、ジャンガレ・アッツォ・ビスコンティは妻カテリーナに白女とする。1404年、カテリーナ・ビスコンティが没すると息子のジョバニ・マリーア・ビスコンティによってけ、継がれた。なお、この間の1402年にペストの流行があった。1407年に エストリッテ・ビスコンティが、モンツの領主となり、自身の効果を鋳造した。1412年に、ジョバンニ・マリアが没するとエストッテは、ミラノ公に迎えられたが、その継承は、フィリッポ・マリア・ビスコンティによって妨げられた。エストッテは、モンツ城に包囲され、投石による負傷が原因で死亡した。1499年、フランス王イ12世は、ミラノ公の地位を請求して、 ミラノ公国に侵攻、イタリア戦争、イルモーロことミラノ公をルドビーコスフォルツァと戦った。1508年、ルドビーコスフォルツァが捕虜となり、連れ去られた後、ルイ十二世はミラノとモンツァの公尺となった。1525年のパビアの戦いで、フランスが皇帝カール五世、ハプスブルク家出身に敗北すると、フランチェスコ二世イスフォルツァがミラノ公に復帰した。イタリアでは、 スペインの勢力が伸長した。1526年、ミラノの知事にして、皇帝軍の司令官であるアントニオデレーバによってモンツァは包囲され、1527年にその略奪を受けた。同年、行動の爆発によってモンツァ城が破損を受けている。アントニオデレーバは1529年にモンツァの領主となった。1530年、カール・五世はボローニャ会議。 1529年から1530年の後、鉄王冠をいただいた。1535年、フランチェスコニセイスフォルツァは相続人がないまま子、ミラノ公くらいの継承問題が発生した。1537年から1557年にかけて、ルイージ・デレーバによって実行支配された。デレーバ家出身で、ツワル・バージニア・マリア。 あるいは、モンツァの修道所の名で知られる、マリアンナ・デレーバ、1575年から1650年は、修道所のみでありながら道ならぬ恋に落ち、教会から終身刑の処分を受けた人物で、その生涯は19世紀の小説家、アレッサンドロマンゾーニの作品、イーナ・ズケを、はじめ、多くの作品に描かれている。1630年にはペストが流行して、 人口と経済の両面で危機に瀕した。1648年にモンツァとその領域はミラノのドゥリーニクへの所有となる。モンツァを含むミラノ公国は18世紀前半までスペイン王の支配下に置かれることになる。17世紀までイタリア全体がそうではあるがこの地域の経済力は大きく低下していた。スペイン継承戦争後の1713年。 ミラノ公国の支配権は、オーストリアのハプスブルク家、ハプスブルク君主国に移動した。この時代、都市の復興の時代であり、農業や工業が発展を遂げた。女帝マリア・テレジアは、ロンバルディアの総督であった息子、フェルディナントのために、モンツァの王宮を建設した。王宮は1777年に着工し、1780年に完成している。 美しい景観に加え、戦略上の要衝であったこと、ウィーンとミラノを結ぶという位置にあることからモンザが選ばれたのである。ナポレオン・ボナパルトによるイタリア戦役後のカンポ・ホルミオ条約1797年により、ミラノ公国はオーストリアからフランスに割上され、フランス共和国の姉妹共和国であるチザルピーナ和国が建国された。なお、 この国は1802年にイタリア共和国に移行する。フランス人によって王宮は貴族の象徴として厭われ、破壊のために売却された。しかし、市民の抗議によって解体は阻止された。モンツァ大聖堂が所有していた金銀の宝物の2、三は、軍事費を賄うためミラノの造幣局に送られて、溶かされ、貨幣に変えられた。 また大聖堂の宝物やカピトラーレ図書館の図書もナポレオンによってパリの国立図書館に移された。一方、鉄王館は仮の措置としてモンャに残された。1805年、イタリア共和国はミラノを首都とするイタリア王国となった。1805年5月26日、ナポレオンは鉄王館をミラノに運び、ミラノのドゥオーモにおいて、 イタリア王ナポレオーネとして退官し、モンツァには皇帝の都市、チーター・イン・パー・ヤレイという称号が与えられた。ナポレオンの養子であるジェーヌ・ド・ボアルネは、1805年8月に、イタリアの総督に任命され、モンツァの王宮を住まいとしてビラ・レアーレ、王、のビラ呼び、復元と改修を行った。1807年、モンツァ公園が建設されるが、この時に、 モンツァ城は破却され、その石材は公園の塀となった。1815年、フランス第一帝政の没落により、オーストリアはイタリアの領土を回復して、ロンバルド・ベネト王国とし、抑圧的な管理たちが派遣された。モンツァはミラノの行政区に含まれた。モンツァの人々は、ナポレオンが持ち去った宝物やカピトラーレ図書館の蔵書の返還を求め、 1816年3月2日に、返還が実現した。図書は無事であったが、アギルフォーの王冠、コロナディアジェルルフォーなどいくつかの宝物は、パリで盗難にあったり、溶かされていたりして失われた。1816年、皇帝フランツ二世の直令によって、モンツァは公式に、都市、チーターの核を得た。1818 18年、ラニエリダズブルゴ、 ロンバルド・ベネト・副王、オーストリア大公によって王宮は再び利用された。1835年にフランツ二世の後を継いだフェルディナント一世は1838年9月6日にミラノでロンバルド・ベネト王として鉄王館を退官する儀式を行っている。フェルディナント一世の治世したモンツァに様々な発展がもたらされた。市内にはフェルディナント王通り、 現在のビットーリオエマニュエレ通りの一部という新しい道路が開かれ、1842年には古代ローマのアリーナ橋の近くにレオーニ教、ポンテデイレオにライオンの橋の井が建設され、夜にはガス灯が灯された。この時代、羊毛工業に代わってフェルト工業が盛んになった。1840年8月17日にはミラノとモンサを結ぶ鉄道が開通した。 これは、北、イタリアで建設された、最初の鉄道であった。1848年3月の、ミラノの5日間に際して、モンツァでも放棄が行われ、オーストリア軍を放築した。モンツァの独立派は、列ッコの人々と合流して、ミラノのポルタとサでの戦闘に加わった。第一次イタリア独立戦争収束後の1849年。 ヨーゼフ・ラデツキー将軍とマクシミリアン大公、フランツ・ヨーゼフ一世の弟、後のメキシコ皇帝が王宮の住人となった。この動乱でも重要視された大聖堂の宝物をラデツキーは1849年にマントバに移しているが、同じ年のうちにモンツに戻っている。1859年の第二次イタリア独立、戦争により、ロンバルディア全域は、 サルデーニャ王国に割上された。しかし、鉄王冠をはじめとする宝物は、オーストリアの手によって、ベローナに、ついでウィーンに運び去られた。これらが再びモンツァに戻るのは、第三次イタリア独立戦争後の1866年12月6日である。これ以後、鉄王冠は2度の例外を除いて、モンツァにある。一度は1878年に、 ローマに移されビットーリオエマヌエーレ2世の棺の上に置かれた時、今一度は第二次世界大戦時にバチカンに移された時である。1861年、イタリア王国の成立が宣言された際、モンツァの人口は2万5千人ほどであった。1862年には独立戦争の英雄、ジュゼッペ・ガリバルディがこの町を訪れている。後に、 ガリバルディが没すると、モンツァの人々は英雄を記念する像の混流を決定し、エルネスト・バッツァーロによって像が制作された。1868年、ビットリオ・イマヌエーレ2世は、鉄王冠にちなむイタリア王冠勲章を創設した。1870年には、私立図書館が開設された。1891年8月22日、 国王の巨額の貸資金をもとに病院が開設された。1895年12月31日の時点で、モンツァには約3万7500人の住民がいた。郊外では小麦やトウモロコシ、飼料、ジャガイモ、オート麦、ライ麦、野菜が生産されていた。また、特徴のある産業としては、ブリアンツァ地方の製紙業を支える養産業があった。 1900年7月29日には、国王ウンベルト一世の暗殺事件が、モンツで発生した。無政府主義者、ガエタのブレイシは、7月27日に、モンツに到着した。29日、日曜日の22時30分、王宮にほど近い公園の近くで、馬車の上に立って、群衆に手を振っていた王を、ブレイシは撃った。ウンベルト一世の後継者、ットリオエマヌエーレ三世は、 事件現場に食材礼拝堂を建設した。20世紀が始まる頃、モンザは4万1200人の人口を数えた。1911年時点で、イタリアで最も工業化された都市とされた8つの都市の1つであった。主要な産業は、宝石や、帽子製造であった。第一次世界大戦は、この町にも大きな影響を及ぼした。 1932年、記念碑がトレントトリエステ広場に建設された。両大戦間期、都市の産業構造は大きく変わらなかったが、生産工は大きく増大した。都市開発はしばしば乱雑なものとなったため、1925年に都市計画が立てられた。障害物のように見えた、老朽建築は解体され、トレントトリエステ広場に面して新たな視聴者が、 建設された。また、モンツァ公園の中には、モンツァサーキット1922年やゴルフコース192年が建設された。第二次世界大戦において、モンツァは爆撃を受け、都市は破壊され、市民の犠牲を出した。1943年9月のイタリア降伏以後は、ドイツ軍の占領を受けた。モンツァでは、パルチザン闘争が行われた。 1943年には、ジャンにチってるよによって、反ファシスト行動戦線が結成された。1945年、市民は中流ドイツ軍と報復を避けるための交渉を行い、4月25日の0時に休戦が成立した。休戦成立後に協定が結ばれ、ドイツ軍は撤退した。この日、モンツァには、新しい行政組織が編成された。この戦中、 ジャンにチッテリオを含む85人のパルチザンが犠牲となった。20世紀後半、都市はさらに大きく発展した。ミラノをはじめとする近隣都市への交通など、それに伴う諸問題も発生した。21世紀の始まりにおいて、モンツァの人口は約12万を数える。都市には、ミラノ美国家大学の医学部などがキャンパスを開設した。年には、 周辺地域がモンツァエブリアンツァ県としてミラノ県から分離し、その県ととなった。2009年春にはトレントトリエステ広場の整備が完了した。中世のプロトムマグヌムに起源を持つ、この広場の整備をめぐっては多くの論争がつきまとった。また、中世に織物工たちが使っていた運河の一部が復元された。地域南端、セストサンジョンニとの境界に、 インターチェンジがあり、イタリア北部を東西に結ぶ A4 とミラノ近郊路線である A51、A52 が接続されている。1996年、渋滞が悪化していた国道36号線を拡幅、トンネル化する提案が行われたが、その実現には長い時間を要した。事業費230億ユーロのトンネル化事業は2009年1月に着工した。 モンツァ駅は、ミラノとを結ぶミラノモンツァ鉄道、現在のミラノキアッソ線の一部の駅として1840年に開業した、北、イタリアで最も古い駅の一つである。ミラノから北方へ向かう路線が分岐する駅となっており、北西に、コモを経て、スイスのキアッソへ向かう路線、北東にレッコへ向かう路線やモルテーノへ向かう路線が、分かれている。 ミラノ近郊鉄道の列車がこれらの路線で運行を行っている。また、ミラノ地下鉄 M1000 が延伸予定である。モンツァの食文化はロンバルディア料理の中でもブリアンツァ地方やインスブリア地方において典型的なもので、この地方の伝統料理や近隣地域の食文化、特にミラノ料理と結びついている。代表的な料理としては、 リゾット、豚肉とキャベツの煮込み料理である、カッソーラ、豆入りのもつ煮込みである、ブセッカ、トウモロコシの粉を練った、ポレンタなどがある。モンサの王宮と呼ばれるビルラレアーレは、オーストリアがミラノ公国を支配していた時代、女帝マリア・テレジアが、ロンバルディアの総督であった息子、フェルディナントのために建てしたものである。フェルディナントは、ミラノの郊外に、 夏季を過ごし狩猟を行う理給を欲していた。王宮は、ジュゼッペ・ピエル・マリーニの設計により1777年に着工し、1780年に完成している。王宮の庭は、モンツァ公園につながっている。広大なモンツァ公園は、王宮に今日構えたウジェヌ・ドボアルネ、イタリア総督、ナポレオンの養子によって建設され、1808年に完成した。 王宮に続く形で、ビンダ・ミラベロやビンダ・ミラベリーノといった既存の邸宅群やランブロ川の流れを内部に取り込んでいる。ヨーロッパの歴史的な公園であり、塀に囲まれた公園、庭園としてはヨーロッパで最も広いものの一つである。公園はバルレ・デル・ランブロ州立公園に指定されている。公園内にはモンツァ・サーキットやゴルフ場がある。モンツァは イタリアグランプリが開催されるモンツァサーキットの所在地として国際的に知られる。モンツァ公園の中に位置するモンツァサーキットは1922年に完成した歴史あるサーキットであり、アルファロメオやフェラーリにとっての聖地とも称される。毎年9月に行われるイタリアグランプリは1950年以来開始世界選手権の一部となっているが、一回を除いて、 毎年会1レースが行われているモンサは、世界で最も多くの F1 レースを開催している、グンプリサーキットである。二輪車のスーパーバイク世界選手権のレースが行われるなど、多くのモータースポーツの大会が開催されている。サッカークラブとしては、1912年に創設された AC モンツァブリアンツ1912があり、スタディオブリアンテをホームスタジアムとしている。 2002 0 1 2001シーズンでセリエ B から陥落、その後は財政破綻によって2015から16シーズンはセリエ D4 部リーグ、アマチュア最上位リーグへの降格も経験した。2017から18シーズンはセリエ C3 部リーグでプレーしている。女子サッカークラブとしては ASD フィアマモン茶1970があり、スタディオ G のアルフォンスサダをホームスタジアムとしている。 1970年に結成され、1980年代以後は長らくセリエ A に属し、女子サッカー、イタリア選手権での優勝1回、女子サッカースーペルコッパでの優勝1回という戦歴を持つチームであるが、2010年代には財政問題によって地方リーグへの降格に見舞われた。2017から18シーズンはに属する。モンには屋内競技場として、 パライペールがあり、2011年バレーボール女子、欧州選手権の開催地の一つとなった。バレーボールチームとしては、セリエ A でプレーしていたが、ベカパルダボーが2009年以降、モンチャを本拠地としていたが、2011から2012シーズンの終わりに解散している。キックボクシングの国際団体の一つである、世界キックボクシング団体協会、ワコは、モンチャに本部を置く。 エレクトロニックスポーツ、e スポーツの国際大会の一つであるワールドサイバー、ゲームズの2006年大会、ワールドサイバーゲームズ2006は、モンチァで行われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。